って何？何？怖い！何これ？いいえ、その通り。私はここのマスターだ。なに、これ炎何？敵だの。ロボガロン。何これ？3とつぶやいた。絶対やばいじゃん、これ。ゼロになったらやばいんじゃないの？待って。あ、倒した。よかった。ここ何？フォーサイド？何寝ぼけてるんだ。ここはムーンサイドだぜ。裏社会みたいな。裏の世界？はい、違うわよ。私はここのママなのよ。何が起きてんの？はいが家で、家がはい。ここ、ムーンサイドじゃ、それが常識。やっぱ裏の世界なんだ。さっき停電があった時もそうなってたってこと？これ何？謎の芸術。ようこそムーンサイドへ。ようこそムーソムーンサイムサイムサイドへ。怖いこの人。ようこそムーンサイドへ。ヨムコソンサイドへ。ムヨンサウコドソへ。怖い、ここの人たち。なんでこんな。は？なに怖いよ。はえー、ちょっと怖いし重いし。わかるかい？いえ、わかるのか。それならよかった。わからない。実は俺にもよくわからないんだ。ワイと同じ迷い人。なんかここだけ電飾違うの。何？ここなんか色違くない？どうして？あ、なんもないの。ミス？重いんごねー。この金髪の人に話しかけると移動しちゃうのかな。俺の一番綺麗なもの教えたろう。そりゃ寿司さ。寿司嫌いなの？お前よだれが出てるぞ。寿司嫌いな人、そんな。目がチカチカします。どいつもこいつもだ。そう思わないか？はい。怖い。なも全部怖いんだけど。ムーンサメスの HP はゼロになった。ジェフの HP はゼロになった。死んだ。ホテルは行けんの？ホテルは行ける。パパに電話できんの？パパ、電話はできる。ホテルダークムーンです。あー、大丈夫です。あー、そうだ、はい。逆なんや。逆でしたね。男は、おはようございません。ここムーンサイドの街はいつだって真夜中なんですよ。今夜のムーンサイドプレスにほーら、こんなニュースが。マニマニはマニマニに、いつもすべてのマニマニのマニマニがマニ、すべてのすべてママ、マニマニ。怖いよ。俺は忘れやすい男。なぜ俺がここにいるのか忘れてしまった。今俺は何を忘れてしまったんだっけ。俺はどんな男だった？俺は男か？怖っ。お前その1とその2を病院送りにしてやる。病院送りにされた。あんたたち言ったら郵便ポストのくせにフラフラ歩き回ったりして、おかしいったらありゃしない。ムムーンササイドドへようこそ。我々ポストなの？郵便ポストらしい。ここに展示中の骨、何の骨かわかりますか？答えはですね、あなたの骨、私の骨、骨の骨、骨、骨、骨。あんなに私に会いに来てくださいって言ってたのに、どうしちゃったの？ようこそムーンサイドへ。どうしてムーンサイドを？いつまでムーンサイドに？骨どうなってんのこれ。骨は素晴らしいです。あなたも骨がお好きなんですか？はい。骨がお好きなんですね。骨、骨、骨。怖いよ。
行きゃいいんだ。削ってあげようか。俺は削るの好きだな。君たち削られたいんだろ。うさい、うさい、うさいドーム、こそよ、こそよ。怖ーい。やだー。257、256、255、254、253。何か用か？何も用事がないならあっちへ行け。今俺は数字を減らしているところなんだ。252、251、250。何、どういうことなの？あ、ここに行きたい。マニマニの像ならこのすぐ先にある。だけど俺が邪魔してる。背景が繋がってて、金馬の男の一人も連れてないようなやつに、ここを通る資格があると思うなよ。背景が繋がってて、金馬の男？あ、あそこにあるよ、マニマニ。マニマニの像。うわぁ。眉毛が繋がってて、金馬の男って誰？なになに、怖い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 。失われし記憶。怖すぎるだろ。失われし記憶を倒していいものなのだろうか。眉毛がつながってて金歯の男。違うな、ここじゃないな。あ、この人は？ずっとここにいると頭がボヨヨヨになる。ならない、なる、ならない。あれ、この人じゃないの？金歯じゃないかも。闇のペンダントだって。なあ、それ。フラッシュ攻撃の光を吸収してしまう。ほー。あ、強いじゃん。こっちに来た。ケッハモルタ、ケッハモルタ。え、これあれじゃん。動物の森の、当たらぬも八景、当たるも八景のやつじゃん。銀色の大きな玉で夏の国、黒焦げのあなたはどっこい大丈夫。私には見えるのです。ちょっと何言ってるか分かんなかったけど。お、なんか建物の中まで来たぞ。頑張ったぞ。俺は今暇で暇で手が離せねえのよ。用事があるならそこにいる俺の相棒に話しかけてみちゃどうだ。ほら、そこにいるだろうよ。あ、よく見たらいる。あんたらオイラが見えるのかい？はい、オイラが見えるってか。ひひ、あんたら立派なムーンサイド人だよ。およ、どうしたらいいんです？はいにしてみる？オイラが見えねえってか。あんたらムーンサイド人じゃねえよだな。早いとこ出ていきな。はいにゃ、何したらいいの？なんだって？ドアを探してる？そんなものはここにはねえよ。俺の暇を邪魔するやつはこっから出てけ。あ、出てこれた。ホテルかな、これ。ピッピッ、オイラだよ、オイラ。あんたらにはオイラの姿が見えていると。なんだか面白そうだから、オイラも一緒についていく。心配すんなって。あんたらがバトルになっても、オイラ何にもしねえから。え、してくれてもいいのよ。なんかついてきたな。あんたらにはオイラの姿が見えてると。めっちゃ話しかけてくるんだけど。なあ、おい、あんたら。オイラのこの金歯、羨ましいだろ。あ、金歯生えてるんだ。ニカニカ。この人、金歯の人だ。じゃ、この人連れてこう。さっきの。ニカニカ。めっちゃアピってくる。この眉毛、繋がっててかっこええだろ。あ、やっぱこの人じゃん。市長のとこまで行くぞ。どこだっけ？こっち。こっちだ。ここ。マニマニの像ならこのすぐ先にある。だけど俺が邪魔して。おやおや、これは驚いた。眉毛つながりの金馬さん。こんなガキどもほっといて、バーボンでも引っ掛けにさあ行きましょうぜ。おい、ちょっと。よし、これで行けるか。来た。これ、あれかな。ボス戦？ちょっと邪魔だよ。今忙しいから。これボスかな？ちょ、回復しといた方がいいか？すいません。隙間とうな。私は物取りなんかじゃない。え、消えた。あ、消えたんですけど。話しかければいいのか？話しかけれない。前に見たことのある黄金像だと。やっぱそうだよね。え、バトルだ。ボス戦だ。マジか。
これとバトルなんだ。前あのハッピーハッピー村にあったやつだよね。あのおいちゃんが掘り当ててたやつ。ってことでバトルか。頑張ろう。チェック。何が弱いんだ。弱点ないタイプね。あららららららら、どうしよう。なんか聞くのか。いけ、プリキュアしとく一回。なんかグッズをぶん投げた方がいいのかな。なんだろう。もうだってあれ持ってないよ。ボーム投げとくか。あんま効かないな。殴るしかないか。あ、やめて、それやめて。なんもしてこない。青白い光を放った。あや、あや、あや、なんもかけてないから。何も聞かなかった。なんや。は、なに今の。なんでジェフは効果なかったの。まばゆい光ってやつがあれ。闇のペンダントなのか。これだったのか。そうか、これだったのか。ポイントは何も気にしないで装備してたけど。頑張れ。もうジェフだけだ。頑張れジェフ。でも攻撃はしてこなそう。なんかね、してこないね。してこないでいいの。あ、してくるやんけ。まずいまずい。ネスに持たしといた方が良かったのかな。あ、倒した。よかった。よかった。ジェフに装備しといて。よかった。これ一人絶対死ぬやつだもんね。あぶねー。壊した。マリマリの悪魔は幻影マシーンだった。幻影マシーン。幻影マシーンは破壊された。よくやったぞジェフ。ネズミさん、お前遠くを見てるようなうつろな目をして倉庫の中を歩き回ってたぞ。怖っ。夢でも見てたのか。ムーンサイドなんてものはなかったってこと。なかったんじゃない。ムーンサイドなんてものは怖いじゃん。もしもし、アップルキッドです。変なものができたんですが役に立つかどうか。あ、アップルキッドさん。グルメ豆腐マシンって言っていろんな美味しさの豆腐ができちゃうんです。え、美味しそう。でも今のところいちご豆腐しかうまくいかなくって。まあ、とにかくエスカルゴ運送のうっかり特急便で届けてもらいますから近いうちに着くと思います。音研究室の方が。じゃあちょっと取り込んでるんで失礼します。え、いちご豆腐うまそうじゃない普通に。出れない。よし、じゃあちょっと出てネスを復活させないと。あ、お猿さん。え、あ、どうした。私は宅急便ではありません。前にあなたと会ったか会わなかったか覚えていませんが断食を終えた。あ、タライジャブ様、あなたに会いたがっています。場所はどこどこ砂漠の西の端の方、いわゆる猿の多い洞窟です。じゃあ私はテレポーテーションで。失礼します。テレポーテーションできんの。ワイもやりたい。え、ワイもテレポーテーションしたい。え、誰。おっとうっかり特急便です。どこどこ砂漠ってほらあるじゃないですか。あそこで日光浴してる男がいましてね、そいつが猿の多い洞窟を教えてくれまして、つまり忘れてきちゃったわけですよ。何してんだお前。この私がアップルキッドさんからのお届け物をね、いちご豆腐を作るとかのマシンとかをね忘れてきたと。私が
でも私は取りに行かない。なぜならあなたのものだから。行け、行きなさい。忘れ物を取りに進め。ジェフ出発だ。うわ、殴りたい。一発殴らせてくれ。何も忙しいな。もしもし、今いちご豆腐とか話していたでしょ。私は物取り様に仕えているメイドですが、大切なお客様のご希望でいちご豆腐を探してるんです。あ、これを出しに会えるじゃないか。あなたご存知でしたら教えてください。お願いです。私も一生懸命探しますから。お、じゃあいちご豆腐を作ればいいのかな、あのマシンで。ネース生き返ったので向かうか、砂漠。あいもテレポーテーションしたいんだけど、もう大変なんだから。トコイド来たぞ。猿の楽園。ここ何、猿の多い場所。いなくなってる。どっち？スキップサンド持ってるか？スキップサンド持ってないよ。持ってないよ。言ってよ先に。遠足ランチ？持ってないよ。あ、持ってないですね。残念。クソザルがよ。起き上がれ。呼ばれてんだこっちは。呼ばれたから来たのに。このありさま、どこで仕入れればいいんだ。あ、持ってきたよ。ピップサンド。え、どいてよ。あ、どいてくれた。遠足ランチも持ってきたけど、つながってんのかな。行けばいいんだ。あ、これ何？玉手箱開けた。わわわわ、濡れタオルがあった。あ、やった。また猿だよ。大人のドリンク持ってたかな？使っちゃった気がするぞ。ない。あ、ピザ持ってる、ピザ持ってる。こいつら人間の言葉喋れるじゃん。ピザあるよ。置いて、よし。あ、またなんかある。わわわわ、大人のドリンクあるやん。またいんの？僕山田猿男です。今一番興味あるのはやっぱりキングバナナです。キングバナナって何？知らないんだけど。ハンバーガー。ハンバーガー。ダブルバーガーならあるけど、ダブルバーガーじゃダメか。ちょっと待ってて。こいつもう一人の方、大人のドリンク、これあげれんじゃない？で、これは？ハンバーガーだ。なるほど。ここは？猿のくせに変な鳴き声でしょ？産みたて卵の雌花おるんだけどな。え、そんなもん持ってないよ。あ、メスだ。あ、何か測りたいわ。でも物差し持ってないの。物差し！物差し渡しちゃったよ。なんでさっき渡しちゃったの？あれ、さっき物差し渡さなきゃよかったなー。そう、ハンバーガーを手に入れたので、こっち行こう。ハンバーガーあげます。これいろんな猿で頑張ればいけんのかな。これはドラゴンパウダー？知らないブーツ出てきたな。あと遠足ランチが1個あるから、最初の猿に渡しに行こう。もうめんどくさいな。あ、来た、タライジャブ様。お待ちしてました。宇宙の真理は粒のように波のように宇宙を駆け巡り、人という宇宙に語りかけているものじゃ。
あなた方がここに来ること、私がここで待つこと、すべて定められた真理。ネス、オーラ、ジェフ、そしてプー。四つの力が出会うとき、ねじれようとしている宇宙は、安らかな呼吸を取り戻す。わかるかね？わからんでもよい。あなた方の好きなように歩んでいけばそれでよい。宝箱を開けて自由に宝を持っていきなさい。もしかするとこれを探しに来たのかな？うっかり者が穴に落としていきたいようだが。ありがとう、グルメ豆腐マシン。ここから先の旅も並大抵のものではなかろう。空間を自由に移動する力を授か、ああ、やったテレポート、そこの猿になるっていきなさい。それともそんな力いるに決まっとろうが。そりゃそうじゃろう。だったらそこにいる猿に話しかけてごらん。猿！よし、猿、教えてくれい。こっちだ。よし。邪魔だよ。今、師匠に教えてもらうんだから。どこまで行くんですか？あ、ここですか？じゃあ、先生がまず見本を見せよう。これができるようになると、一度行ったところなら、あっという間に行けるようになります。地下や部屋の中ではこの力は使えません。お？走る！あ、戻ってきた。走ればいいの？フォーサイドの町に行ってすぐに戻ってきました。先生は基本的なまっすぐコースでやったけど、距離さえあれば曲がってもできるからね。さあやってみなさい、若者よ。どうやったん、どうやったん、それどうやったん。おー、できたできた。疲れるようになった。やった。それじゃあ先生は帰るから。ありがとう先生。え、どうやったん、どうやったん。あ、こうだ。じゃあ、フォーサイド。ウィンターズってどこ？フォーサイド。いけー！おー！すごい！楽だ！よしよしよし。この人だ。ヘイ。いちご豆腐。持ってるよ。あげるんだ、これ。持ってかれたわ。なんて親切な人、あなたにもご馳走するわね。私の部屋は48階よ。あ、48階来れるようになった。今まで47階までしか行けなかったのに。どうやって行けばいいんだ？それに乗ってっていいのかな？こっち行っていいのかしら？あ、行けるようになってる。静かに、ネスさんでしょ？あなたのことはメイドのエツコさんから聞いてるわ。エツコさん。特別にモノトリーさんのいる48階までエレベーターを動かすわ。エツコさん、ありがとう。ここで市長に会える。誰？あなたのコードナンバーを言ってください。10秒以内に言ってください。コード番号。ああ、何ですか？ごめんなさい。勝手に入って。あぶね。超強いやつ投げてくるけど。よし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 。ペンシルロケット恐怖なんですけど。どこにいんだ？ここ？ここいないな。こっち？どここれ？あ、出たのか。トイレだ。あ、誰か、トイレ入ってる。お、エツコさん！ボーキー様って素敵。え、この前私にお土産をくださって、メドの土産だよですって。日本のことわざと英語をミックスしたジョークでしょ。え、怖いこと言ってない？すごい怖いこと言ってない？エツコさーん、案内してよー。え、誰？避けるじゃん。当たんね。え？トンズラブラザーズ来た。何？ラッキーは油断ロボの後ろに素早く割り込んだ。スイッチを切ったら止まったぜ。
お前頭いいな。ユダの箱からこいつ全然倒せないじゃんって思ったら、ありがとうポンツラブラザーズ。何が起きたの？俺たちお前らにお礼がしたいんだ。いくらでも力になるぜ。お前ら金はなくても力はあるんや。さあ隣の部屋に踏み込もうぜ。女の子の声がしたような気がする。隣の部屋が怪しいんじゃ。よし行きます。わクマ、もういい、もういい、やめてくれ。私は戦いなんかしない。本当だ。ふわブルブルしてる。これは、え、これ、このクマは襲いかからない。なぜなら剥製だからだ。あ、よかった。どうしたの？待って、ここ何？ここ何？気になる。ほら、ネス、やっぱり来てくれたのね。私は大丈夫よ。きっとあなたが来てくれると思っていた。モノトリーさんは本当は悪い人じゃないわ。とにかく話を聞いてあげて。わかった。この細い腕を見てくれ。ほら、薄い胸、頭は白髪で真っ白だ。あのマニマニの悪魔が亡くなってしまった今では私に何のパワーもない。ポーラをさらったのは悪かった。何の危害も加えてないし、ポーラは本当に優しい子だった。うん。さあ、ポーラちゃん、ネス君のところにお戻り。いろいろ心配をかけて本当に申し訳なかったね。あ、帰ってきた。よかった。ポーラが仲間になった。私の知っていることをすべて話そう。マニマニの悪魔は人に幻を見せる。そして邪悪な心を増し、悪魔のパワーをもたらすのだ。私はその力が怖くて、ボルヘスの酒場の倉庫にあれを隠して時々拝みに行っていた。幻の中には謎のような言葉が含まれていて、その中にはネス君、君たちの名前もあった。え、ネスをお前の手で食い止めろとか、サマーズへ行かせるなとか、ピラミッドを見せるな。私にはよくわからんが、君たちをサマーズに行かせぬようにしたいらしい。悪魔のギーグとかも聞こえたが、悪魔の方は君たちがサマーズに行くと困るらしい。とすれば逆に、何としてもサマーズに向かうべきなのだろう。もう一度話してこう。あ、ありがとう、大丈夫です。ギーグの野郎なのか、あの悪魔像は。サマーズは海の向こう。私のヘリコプターを使ってくれ。ヘリポートを開けよう。あそこじゃないわ、この。あ、クマさん？あ、やっぱそこ開くんだね。出れなくなっちゃったよ、もう。私はもう疲れた。君たち自身の力できっとなんとかできるだろう。そんな運命を、ネス君、君は持っているらしい。じゃあポーラ、気をつけていくんだよ。さっきポーラちゃんって言ってたのに、急に、なれなれしいじゃんか。急にポーラって呼ぶじゃん。よし、じゃあ、次回、次の街、なんて言った？ちょっと覚えてないけど。次の街行きたいと思います。それじゃあまた次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。じゃあバイバイ。